パプリカ歌って無音カラオケで95点取れるまでパプリカ食べ続けるやつ。ということでね、うん、あの僕歌得意なんですよ、はい、知ってますよ。で、パプリカすごい流行ったじゃないですか、はいはい、多分給料が取れると思うんだよ、もうカラオケ本当だな、容易に容易に容易に。パプリカって簡単なんだよね、やっぱり子供が歌うように。あ、やっぱりそんなにそのなんていうの、曲調もうろちょろうろちょろしないと作ってるんで、ね、じゃあ容易に95点取れるからって、はいはい、なんかただ95点取りましたっていうのもあるやつさ、まあ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 、せっかくだったらパプリカにかけてさ、パプリカ食べたらいいんじゃないって思って。なんでこの曲名にしたんだよ。多いのよパプリカでね。そう、うん、なんか言わないでもなんか分かってくれてたけど、うん、お前らが食うのね、そんで。まあまあそう、まあ当たるよ、そうでしょう、ね、お前しか95点取れるやついないからさ、まあまあ、協力して頑張ろうや。まあそうね、そう、うん、そうチームだから。そうそう、ワンチーム。確かにビクトリーロード、ビクトリーロード、ね、でも一発で出たらいいんでしょ。いや、そうだね、いや俺ら信じてそれでやるから。そう、ね、一発入れたら食べなくていい。わあ、持って帰って食べようか。そうだね、チンジャオロースですよ。そうですよ、はい、うん、1曲歌うごとに1個、1個だよ1個。めちゃくちゃでかいし、こんな重いの。 iPhone ぐらいあるぞ普通に。もっとあるな。パプリカ花が咲いたら、あ、覚えてない。あ、覚えてない。わしとかんと覚えてない。歌詞読むので取れんから。いけると思う、本当に。お、頼むわ。では、1曲目、1回目、行かしてもらいます。最初なんかね、あの、わははみたいな音もあるんだよ、ね、お、子供たちが笑ってる感じの。そうか、音ねえんだもん。いやいや、そんなことする。お前、ね、か次、じゃんけんだぞ。曲がり、くねり、はしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう。あー、終わり？これで。85点、はい、まあ、1回目はまあさ、まあまあまあ、正直俺がこれで95出してたとして、うん、えってなってたでしょ。まあ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 、まあ、それはね、そういう企画なのに。そうそう、ちょっと待って、これ枯れてんのよ。なんで、なんで、なんで、すごい、1個で大丈夫か。そう、野菜も好きなの、みんな。うん、いや、うわ、まあ、きついな、これ。いや、これ、待って。うわ、これ、うわ、結構きつい野菜。めちゃくちゃボリュームあるな。これ結構やばいぞ、マジ。やばいよ。あの、入ってくるね。頑張ろう。1個目はちょっと。バクバク食えないね。やばっ。でも1個食った。待って、あんま、やばい。俺、止めじゃない。マジできつい。じゃあ、わかった。いやいやいや、90出したら、お助けボーナスある。なるほど。うん。だから、最低ラインで、お助け90出してもらって、で、その後、3回目のチャレンジでクリアすれば、もう2個しか食わないから。そう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 。わかる？そう。でも、あと1個は食わんといけんじゃん。そうそうそう。あ、オッケーオッケー。ちょっと一旦オクターブ下で歌って90点出すわ。そしたらプレゼントを送れるから。なるほどね。プレゼントを送れるからって、まあ、どの立場なんだろうね、俺は。そうなんだよな。一個曲がりくねりはしゃいだ道、パプリカ花が咲いたら歌を歌って。加点がなさすぎたんだ、じゃあ。ていうか、だってさ、オクターブ低いとさ、なんか楽しくなかったよね、今。まあ、まあ、乗ってなかったよ。まあまあ、合わせにいってる感じ。ツーって感じです。一番一緒ぐらい。まあね、でも黄色またなんだよ。じゃあちょっとみんなが食べてる間におしっこ行ってみます。これね、ちょっと本当におしっこしたくないんだよ、マジで。あの、いちさん、本当にだから。これマジで、ね、本当にね。いや、きついな、一緒は。これ何が嫌だって、赤の方が上手いですか。腹に来るんだよ、腹に。腹に来んのよ。黒に来る。腹に来る、腹に来る。え、嘘。野菜食えるよ、俺らでも。まあまあ。わかるよ、これ無理ってなるよ。なんだよ。あの、
あんだよね、波は。最後で、ちょっと表現力取りに行くわ。ベラートとか、あ、はい、ちょっとモテる技術を全部駆使して、ちょっと一旦球、あのね、野菜好きだったら90出せばだいぶ楽になる気がするんだよね。そうなの、うん、頼むわ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、遊び回り日差しの街、誰かが呼んでる。パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ夢を描いたなら。ハッハッヤノエハカワハッオラ勝てイエス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 マヨネーズとね、ドレッシング、あー、いいじゃん、イタリア、いいね。これ買ってきたから、ありがとう。これ使わない、どう使うんだよ。使わない、使わないっていう選択しないんだけど、ちょっとこれで食べてみてよ、どうかな。パプリカ食いたくないっていうのを知ってね、これでなんか、そう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 、君たちもう大丈夫でしょ、ご褒美の感覚で。これはあと2、3回いけるとかじゃない、言うてパプリカすぐやめたいから。そうそうそう、うん、うん、じゃない、お前キャー、キルだ。だからちょっとキー下げさせて。オッケーオッケーオッケー。取ったらもうそれはそう。最初はちょっと惑うよ、そりゃ。だって無音でキー下げるって相当なことしてるから。そうだよ、分かんねえんだもん。だけどちょっと赤、これで覚えれたらいける、もういける。いい、オッケーオッケー。まず、うわ、ちょちょ、こんな選んだ俺。いただきます。ちいじゃん、どけない。マヨネーズがすぐ消えちゃうのよ。え、そう、あ、ちょうどだから器みたいになってんだ。様子見ながら、お酒みたいになってんだ。これ、分かるよ。あ、いいよ、うん、これいい、あ、いい、辛い、あ、あまりか、こういうのよく食ってたよ。いや、きつい。いや、コンポタダメー、いっちゃ違う食事をしたいっていうかさ、コンポタ良くない、うん、だってドリンクバーでしょ。コンポタは次90出してるんですよ。いや、もういいのよ、それそういうアトラクションで、なんか多分喜べないし、別になんかもう、じゃあ次だけ、あともう一個だけ食べてほしいから。うん、もうそれはなんかもうなんかそのステパプリカやだな、ほんと。いや、でもステパプリカなくして、それマジパプリカないよ。そのステパプリカにコンポタつけさせてよ、せめて。つけさせてってこと、なんで お前がこっちになんか食べるからコンポタ飲ませろってのがおかしいよ、だって。え、俺の罰で食べてるのか。よくわかんねえ、もうなんか。俺が取れなかったバスの前のが食べてます。そういうこと、そういうゲームだから、まあ、治安がわからん、このおかしいよ、それは。でも頼むじゃん、ね、もうほんと頼む、もうマジ嫌だ。曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、あなたに会いたい、見つけ、めっかり、やんないと、めっかり。え、待って、なんでそんな早いの。はい、完食。イエーイ、はい、ごめん、あの、なんなの、完食ー、ずっとビリなんだよ。完食ってやってたの、完食完食やってたの、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 俺らも戦ってんだ。うん、チーム戦、ワンチーム、コブ、コブ、レッツガリッツ、ちょっと言うな、レッツガリッツ、ない、レッツガリッツ、ない、マイガールフレンド、マイガールフレンド、頼む、マガリッツ、頼む頼む頼む、ちょ、よし、行こう。マガリッツ、くねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る、晴れた空に種をまこう、アレルヤ夢を。てめえ、これどうしよっか、一個もまえないか、てめえ一個も、あれ、例えば、スプダイ、いや、もういや、これ、ないって、いいよ、練習せんで、練習せんで、とりあえず、キー、どうする、キー誰か、誰か、何、二個食べてさ、一回、マイナス4の音聞かしてもらえ。それするために何？でもなんかはしないとじゃない、でも人でも全員で4つ食え、音聞けんともう無理だわこれ、ごめんごめん、でも原型でも無理なのもうこれ絶対救助が出ないってことはもう
キー下げた音を取らないことには多分もう救助が出ん。だから全員で4つ食えばいいってこと。え、なんでなんで4つ1個で1個じゃダメなの。俺もってこと。そう、お前も食え。食おう。うん。それでいい。でも分かった。じゃあでも俺がそのプレイヤーなわけじゃんか。はい。だからじゃんけんだけはさせて。どういうこと。2連勝俺が勝ったら、うん、俺はなしにしてる。じゃあ3人で4つ食えってこと。要は、うん、俺が2連勝したら最初はグーじゃんけん。めちゃくちゃ伸びるじゃん。俺らのイメージ、パプリカこんなイメージだったよ。これが4つついてんだね。ポンポンポンって。わかる。俺のイメージだわ、ピーマンの。なあ、だってパプリカっていう名前なんなんだよ。チョコパイ丸2回つくか。そもそも何なのパプリカっていう曲名は。ステーキっていう曲だったらね、ステーキ肉が焼けたら。やだやだやだ。ステーキとし今何食いたいっつって何も思い浮かばないってことは、これ満腹だな。よし、いける。もうおーい、よし、もういける。頼む。え、うん、いける感じする。お断りで救助が出なかったけど、いける。そういうパターンもあると聞いてる。なんか極限状態の方がいくから。そう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 。パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう、ハレルヤ。夢を描いたなら、ここ。ご視聴ありがとうございました。僕たちは SNS であるとかサブチャンネルなんかもやっておりますので、概要欄の方まで飛んでフォローしていただけると嬉しいです。パプリカ無音カラオケで95点は無理だと思うので、できるぞっていう人は連絡をください。僕たちがパプリカを食べながら一緒にチャレンジします。